日本東京都練馬区朝日町朝日町は東京都練馬区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は朝日町一丁目から朝日町三丁目。郵便番号一七九のゼロゼロ七一。練馬区北辺部に位置する。北で、板橋区なります。北東で、板橋区赤塚新町。東で光が丘。南で、高松。南西で都市だ。西で。 埼玉県は甲市白子と隣接する。北部は成増駅に続く住宅地として利用され、南部は都営光が丘第一アパートの一部や都営朝日町二丁目アパートとその周辺の住宅地として利用される。2005年10月1日現在の面積は0.771平方キロメートル。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、朝日町3-1-7の地点で36万9000円平方メートルとなっている。旧武蔵区に豊島郡江目志田村。1949年1月1日、練馬区練馬志田町から練馬を取り除くことになった際、 練馬戸志田町一丁目のみが独立して朝日町となった。随所地名であり、道区の朝日川岡とは関係がない。地内に鉄道は引かれていない。北部では東武東上線成松駅及び東京メトロ、有楽町線、副都心線地下鉄成松駅が、南部では都営地下鉄大江戸線光が丘駅が利用される。成松からの西武バスと、 国際工業バスが地内を南北に通過する。朝日町南地区区民間は隣接する高松五丁目にあたり、町域内にあたらない。ありがとうございます。